30年ぐらい前かな、スポーツの放送に携わっていて、どうしても心残りなことがあるんですよ。今年8月、私はある人とおよそ20年ぶりに顔を合わせました。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。いや、わあ、お久しぶりです。東方銀行陸上競技部監督の吉田真紀子さんです。吉田さんは2003年に女子400メートルハードルの日本記録を更新、その後も女子400メートルハードルの日本記録を7度も塗り替えた陸上界のレジェンドです。聖地ですから。ああ聖地、そうですね、はい、あの国体のために作られた競技場ですもんね、はいはい、もう私たちにとってはもう福島の聖地です。なんで今回吉田さんに来ていただいたかといいますと、はい、ちょうどゴジテレがこの10月に30周年を迎えるんですが、ちょうどその頃、はい、私は福島国体の陸上競技の実況を担当しておりまして、はい、1995年に県内で開催された福島国体、吉田さんは福島県代表として女子400メートルハードルに出場しました。中学校の頃からあの目標としてた大会だったの でいよいよここに立つ日が来たかみたいな気持ちで、優勝候補として期待されていた吉田さん、ところがやっぱりあの場面が私のアナウンサー人生の中でも忘れられない出来事だったので、はい、まあ、衝撃ですね。そうですね、衝撃ですね、衝撃でしたね。あの当時の放送映像ですね、これは、はい、その衝撃の瞬間を中テレのカメラが捉えていました。そうなんですけど、今のところ福島の吉田真紀子いい位置につけています。61秒35が自己ベストですけれども、8台目をこの8台目を超えて残り 110m が非常に速い。吉田真紀子先頭、惜しい、残りあと2台。10台あるハードルのうち8台目で接触し転倒してしまったのです。吉田真紀子低く飛ぼうとしてハードルに足がかかってしまいました。吉田真紀子惜しかった、非常に3着で入ったんですね、うん、残念ながら決勝進出はなりません。もう これのおかげで400メートルハードルで日本記録を出せたり世界選手権に行けたって私は思っていて、福島国体の悔しさをバネに吉田さんはアジアや世界を舞台に華々しい成績を残したんです。もう生涯忘れることがなく、はい、います。一方の私はサッカー、野球、マラソンなどスポーツ実況を担当してきました。その間私の中にずっとくすぶっていた思いがありました。私もそばでもう一回、はい、その飛んでいる姿を最後まで実況し続けるというのをやっていないもんですから、はい、ハードルでちょっとお願いしたいと思いますので、はいはい、分かりました、はい、よろしくお願いします。あの時以来の実況、しかも最初の実況が吉田選手だったんで、それをまたやらせていただけると。今回は最終コーナーの出口、魔の第8ハードルから飛び始め、50メートル先のフィニッシュラインを目指していただきます。福島県の陸上の聖地で一緒になって挑む30年越しのリベンジランです。セミシグレが降り注ぎます福島市にある東陸上競技場に、あの吉田真紀子が戻ってまいりました。最初に飛ぶハードルがあの8台目のハードルと同じ位置です。あの福島国体から29年、この東陸上競技場、元日本記録保持者の吉田真紀子が走ります。位置についてよーいスタート。今走り出しました。さあまず1個目の8台目の部分と同じハードル、今またいだ、飛んでいった。さあこれはいい感じで来ています。急歩で走りたいと言っていた、走った、さあ抜けていく、最後のハードル抜けた、抜けた、抜けた、そして一気にフィニッシュラインへ。今吉田真紀子10年ぶりのラン、見事ハードルを1台も倒さず
走り抜きました。おめでとうございます。イエーイ。爽快でした。やっぱり聖地なんで。もうその時の失敗もその次のステップになれば失敗とは言わなくって、うん、やっぱりいい貴重な経験だったっていう、失敗から生まれるものがあるっていうことを知ることができたので、ありがとうございました。素晴らしい走りでした。ありがとうございます。30年越しのリベンジラン、そしてリベンジ実況、10月最後の1枚を今スタジオで公開します。30年ぶりのリベンジとなったでしょうか。その1枚がこちらです。うわこれ合成じゃないですよね。これね、ワンテイクなんです。これあのスチールを撮った間カメラマンが、はい、吉田さんがこの辺りを飛ぶので重ならないように斜め後ろに位置して、で応援実況してるからガッツポーズしてくれと言われて撮って、あのワンテイクです。でしかも間カメラマンすごいのは、これシャッター1回しか切ってないんですよ。連写じゃないんです。連続じゃないな。なのでまさにこれシャッターチャンス、もし押すタイミングがずれたり、私がガッツポーズを遅れたり、瞬きをしていたりしたら撮り直しということで、奇跡のワンテイクでございます。いやー、ということでカメラマンがすごい。これで無事に最後の1枚が揃いました、はいはい、いよいよ皆さんにカレンダーの完成形をお見せしたいと思います。お披露目です。今私の手元にあるんですが、A3 サイズの見開き、壁掛けできるタイプになっています。この中に、二次元コードがありますので、あの VTR もね見ることができるんですよね。ではこのカレンダーですが、税込みで1650円となっていまして、中テレのオンラインショップ中テレ屋で販売が今始まっています。画面左に表示されています二次元コードからサイトにアクセスすることができます。その他ですね、県内の緑書房のご覧の店舗のほか、数量限定でいわき市のラトブ、エスパルいわき、郡山市のモルティ、浦磐梯レイクリゾートの売店で先ほど午後4時から販売がスタートしています。ぜひお買い求めください。さあ、ここまでゴジテレカレンダー企画をお伝えしました。